ちょっと怖いんですよね。お、これはイザナミ発動。イザナミを知らない者のために説明をしておこう。イザナミは自分と相手二人の体の感覚によってはめる道術だ。まずガノンの上ビーに当たり崖受け身を取る瞬間を俺の万華鏡シャリンガンで記録する。それを仮に A とする。あやべ。そしたら次にまた同じくガノンの上ビーに当たり崖受け身を取る瞬間を記録しルート A ダッシュを作る。そしてその A と A ダッシュを永遠とループさせ相手をループの中に閉じ込める。無限ループを作る能力だ。誰かになり変わるのはやめろ。このループから出たければ己を見つめ許すことだ。それができなければお前は永遠とこのループをさまようだろう。相手の運命を決めてしまう術、それがイザナミだ。